5日、笠岡諸島の一つ、真鍋島にある公会堂のリニューアルが完了し、完成式と完成を記念したイベントとして、真鍋島ではおよそ30年ぶりの結婚式が行われました。この日、式を挙げたのは、1年半前に神戸市から家族で真鍋島に移住してきた近藤慎一郎さんと民子さん夫妻です。近藤夫妻は島の人たちの温かい人柄と豊かな自然に魅力を感じ、真鍋島に移住して以来、島の活性化にも積極的に取り組んでいます。午前11時から真鍋中学校で行われた結婚式には、島民など多くの参列者が新郎新婦の新たな門出を祝福しました。午後からは新しい公会堂のオープニングセレモニーが行われました。除幕式の後、公会堂の再生プロジェクトを進めてきた明日の真鍋島を作る会の久市博史会長が、公会堂はできるだけ費用をかけずに島民の憩いの場、観光客の休憩所になることを目的に取り組んできた。一過性のイベントではなく、全島民と力を合わせ真鍋島の活性化につなげていきたいと話しました。続いて笠岡島づくり会社の成本浩二理事長が、公会堂がこんなに立派な施設に生まれ変わった、今後どのように利用され地域の活性化に生かされるのか注目ですと祝辞を述べました。明日の真鍋島を作る会は、平成20年4月に真鍋島が岡山県中山間地域集落再編モデル地区に指定されたことをきっかけに、人口減と高齢化が進む島を元気にすることを目的に結成されました。結成後は子どもを持つ若い世代の誘致を積極的に行い、一定の成果を上げていますが、少子化という厳しい課題も抱えており、さまざまな専門家の指導を受けながら活動を続けています。今回の公会堂リニューアルをきっかけに、今後も個人ではなく全島民が協力してさまざまな観光事業などを展開し、真鍋島の地域再生を目的とするプロジェクトに取り組む予定です。この後、公会堂の初めての利用者として近藤夫妻の結婚披露宴が行われ、島の子どもたちを中心にさまざまな出し物が披露され、式を挙げた2人と再生した公会堂の未来を祝福しました。公会堂は今後イベントなどを行うことができる施設として、また飲食業の営業許可を取得し、4月下旬には塩町茶屋ゴリゴリをオープンする予定です。